はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。えー、今日のバスケの大学のテーマは、ボトムアップ理論のお話で、えー、ボトムアップは専門外でもできるのかというような、ねえー、テーマでお話をしたいと思います、えー。ここ最近ね、週に1回は動画を上げているボトムアップ理論のお話ですけど、えー、これの、ねあのー、基礎基本のところに触れていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 えー、先日、コメント欄にです、ね、いただいたコメントで,です、ね、質問をいただきました、えーと。私はバスケの経験がありませんと、うんでえー、指導者になってこれから頑張っていきたいと思うんですけれどもこんな私でもボトムアップ理論できますかという話ですね。バスケットの指導経験、それから自分の競技経験がないけれどもボトムアップ理論で指導ができるのかということに対して、まあ、結論としてははい、できますというのが今日の動画の結論になります。はいでですね、今日のの目目次ははつつつ用意しています1つ目は7つの要素 とということでボトムアップ理論をやるときにこの,この7つをしっかり押さえておいてくださいという7つがあるんですね、えー。これを入れればうまくいくという7つをお伝えします。それからバスケットボールの競技感ですね。あの競技館っていうのは、えー、そのはそ プレーを見る目ですよね。えーまあ、特にその自分自身が選手として経験がないという方は、ここで結構悩むと思うんですけど、私なりにね、えー、ボトムアップ理論だからこそ、これも指導者の方にとっては鍛えることができるんじゃないかなというふうに思ってますので、えー、そんなお話になります。ぜひ最後までお付き合いください。えー、ということで、えー、1つ目のですね、ボトムアップ理論の7つの要素ということなんですが、これはね、個人育成の3本柱、それからチーム育成の、えー、3本柱。 で、最後、全員リーダー性っていうね、331っていう内訳で、えー、考えています。で、まず個人育成の3本柱なんですけど、これはね、えー、挨拶と返事とサ s エンス活動。この3つなんですね。サンエンス活動っていうのは、えー、S が3つで、整理、整頓、掃除の3 s まあ、いわゆる後片付けですね、えー。ちょっとそんな様子を見ていくんですが、えー、1つずつ行きましょう。まず挨拶ですよね。で、これは、 あのコミュニケーションの第一歩ということで、えー、まずチームメイト同士それから先生と生徒、ね、えー、保護者の方、いろんな方、大会関係者の方、いろんな方にやっぱり挨拶をして、えー、最初の1歩目のコミュニケーションをしっかりしていこうと、そうすると心がお互い開くんで、いい会話が、その後ね、いい関係が作れますよということで、えー、挨拶が重要だっていうことに関しては、えーね、おそらくあなたも異論はないと思うんですね、だからここをまずちゃんとやっていこうということと、それから返事ですね。 返事っていうのは会話でもって、えー、はいといいえをちゃんと責任を持って言えるということで、えー、ボトムアップ理論については、ですねこの特に返事のところは、いいえっていうことね、分かりませんとか、いや、それは違うと思いますとかっていう、そういった返事を大事にするというところが一つのポイントなんですね。はい。なので、えー、まず挨拶でちゃんといい関係を作りましょうと。そして、いい関係を作ったら、お互い会話が始まるので、会話が始まったら、ちゃんと返事を持って、自分の意思を責任を持って示しましょうというところが、このボトムアップ理論。 プリのの個人育成の大事ななところになります。そして最後この 3S 活動というところなんですけどもちょっと様子見てください私のチームのね指導風景あの練習風景ですけどもまあユニフォームを、ね、折り目た正しく畳んでいたりカバンを揃えていたりとかっていうところから入るんですね試合当日もですねちゃんとこう控え室でカバンをちゃんと揃えていたり、まあ、練習でもですねこういった感じで揃えていく用具に関してもきれいに整えていくここから練習に入っていくと。 で練習メニューの1つ目として、最初にねいきなりウォーミングアップしたりとか、えー、ランニングシュートしたりとかするんじゃなくて、最初にまずサイエンス活動の時間を取るということですね。チーム全員でこういったことをすると。で、なんでこういうねサイエンス活動をするのかっていうことなんですけど、これはね、素直を習慣にするっていうところがポイントなんですね。素直を習慣にする。先ほど言った挨拶にしても、返事にしてもですね、やっぱり素直じゃないと出てこないんですよね。 うん、で素直を習慣にすると挨拶も出てくるし返事も言えるしそして整、えー、理整頓掃除で心をこう素直にしていくっていうことが全て連動してるっていうふうに考えてくださいで整理整頓掃除でやっぱりこういうねあのー、ビシッとこう一ミリ にこだわって並んでいるという状況が作れるとですねいろんなことに気づく力が高まっていくんですね、うん、ちょっとこのカバンずれてるなとあゴミが落ちてるなとかね、えー、これは拾っとこうとかですねそういうことの気づきの力が高まるとプレイヤー同士でですね会話をするときにお互いの気遣いだとかあとはプレーのちょっとしたね、えー、小さなこういう 改善点。そういったものに気づけるようなので、とにかくこう素直を習慣にするために、こういったサイエンス活動っていうのは非常に重要になってくるということを押さえておいてください。なので、え挨拶と返事と、 サイエンス活動これは全部連動していてえまずは個人育成の三本柱をやっていくというところが大事になるんですね。えー、ででこれをやらないと逆にね失敗するんですよ。私のところにもいろんなあの相談とかねメールとかいただいてボトムアップ理論をやってみたいと安田学園のようにやってみたいと。でやってみたらすごくねチームがぐちゃぐちゃになっちゃったと。 ね、弱くなったしなんか選手も好き勝手やってるし、えー、保護者の方からもこんなんでいいんですかみたいな意見をもらうようになって非常に悩んでいるという方が結構いてその方の話をよく聞かせてもらうと大体がですね、この個人育成の三本柱を軽視してね、すっ飛ばしてその,あの後に述べる。ですね、その チームで生徒か練習メニュー決めるとかね、そういう上目だけやっちゃうとだいたいチーム崩壊するんですね。だから素直を習慣にするっていうことで、個人育成の三本柱をちゃんとやっていくということが大事になります。で、これができた上で、えー、次に組織構築の三本柱ということで、えー、具体的には、えー、量より質の練習ですねで、信頼と絆の構築、そして自主自立の精神というこの3つになってくるわけです。で、量より質の練習っていうのはもう時短ですよね、時短。えー、週に えー、6回練習やってたのをです、ね、思い切って4回にしてみるとか、えー、練習時間3時間やってたのをです、ねえー、2時間にしてみる1時間半にしてみるそういう風にする中で本当に大事な練習って何だろうかと。 そもそも練習って何のためにやってるんだろうかみたいなことをね突き詰めさせていくために時間をこう減らして質を高めていくこういう発想でスケジュールを組んでいくっていうことが非常に、ね、いいのかなと思いますそれから2つ目の信頼と絆なんですけどこれノートですね、えー、私のチームでは週に3回全員がこういうノートを出してもらって、えー、提出をしてもらってなかなかねあの 個人的に話をゆっくりする時間が一人一人取れなくてもノートでもってこう書いてもらって私もコメントを返してということを週に3回やってますこういったことでこう信頼と絆を深めていくということをやったりしてますそして最後自主自立の精神なんですがこれはねいろんなことをあの自分たちでこう構築していくと例えばこれ試合が終わった後との、ねえー、教室でのミーティング今日の、ね、改善点試合の振り返りをしたりとか試合の合間もです、ね、自分たちでこうボードを使って確認をしたり 日頃の練習も、ね、終わった後に、えー、次の練習のためのミーティングをしたりこういったことを、ねえー、常日頃からやっていくということがボトムアプリの非常に重要なところですね。えー、で最後に、えー、全員リーダー性ということで、えー、これはあのいわゆる雑用ですよね1年生に押し付ける雑用ってあるじゃないですか運動部で伝統的に、ね、例えばモップがけとかボールとか えーまあ、そういういろいろある、そういうのを全部こう一人一人ですね責任を持ってリーダーにしていくとボ、モップリーダーとかね、ボールリーダーとか、ホワイトボードリーダーとかですね、えー、それから練習メニューのストレッチリーダーとか、トレーニングリーダーとかですね、えー、先ほどのノートの提ストリーダーとかね、いろいろなことを全部子どもたちに一人一役、ね、責任を持ってやらせていくことで、えー、責任感とか、あの あの貢献度っっててていいいいううううものを高めていくっていうこういう手法があるわけですね、はいでえー、今言ったこの個人育成の3本柱組織構築の3本柱そして全員にいらせこれはね来週以降の動画にで一つ一つこう深掘りしていこうと思うんですけど、えー、今日のテーマとしてはですね自分に指導経験バスケットの経験がない人でもボトムアップ理論ができますかっていう話なんですが、えー、この7つにですね 競技指導というのは入ってないんですね。要するに、バスケットボールの指導とかバスケットボールの技術指導というものは、この7つの中に入ってないということになります。だから、これを押さえていけば、元マップリのチーム作りはうまくいくのであれば、この競技指導というのが入ってないんで、えー、誰でもできるという理屈になるわけですね。 なので、まずはこのね、来週以降の動画もぜひ見ていただいて、この個人育成の3本柱、挨拶、返礼、後片付け、ね、それから、えー、組織、構築の3本柱、えー、量より質、信頼と絆、そして、えー、自主、自立の精神、で最後に全員にいらせという、これをですね、ちゃんと押さえておけば、ボトムアップ理論のチームは作れるので、えー、競技レベルは関係ないということになります。なので、えー、これを見てるあなたがね、どんな方であっても、ボトムアップ理論は実現可能ですよということをまず押さえておいてください。 で2つ目、競技感の鍛え方なんですけど、これはね、今言ってることと少し相反するように聞こえるかもしれませんが、とはいえね、バスケットボールの技術的な指導力っていうのはあった方がいいわけですね、えー、後々絶対必要になってくると、うん、だん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 こう高めていくということで、えー、あなたがもしね、えー、自分が学生時代にバスケットをやったことがないと、それからバスケットをやってたけれども、競技あの指導者としては初めてだというような方も、常に勉強を続けるべき。 な理由はそこにあります絶対その競技力の指導っていうものは後々必要になってくるので常に勉強は続けた方がいいということですね。で、えー、と生徒たちもですね自学するツールはもう揃ってるわけですよね。えー、YouTube でトップレベルの選手の、ね、練習風景が見れたりとかスキルが見れたりとか、えー、20年ぐらい前だったらちょっと難しかったね。いろんな情報が今はもう簡単に手に入りますから自分たちで生徒たちも あトップレベルの練習方法とか技術を知ることができる時代になってますよね。だから、もしあなたがバスケットボールを知らなくてもですね、これはもう生徒たちから教わればいいんですね。早い話が。生徒たちから教わればいい。で生徒たちに教わるときにですね、一つ押さえておいていただきたいのが、最高の勉強法は人に教えることであると。 ねえー、教師と生徒って言ったら絶対教師の方が学んでるんですね。えー、とにあの人に教えるっていうことは頭の中が整理されてないと人に伝えることはできないということなのでただただ知ってるっていう人じゃなくてそれを伝えるために どういった言葉を選べばいいかとか本当に必要なことは何かとかよく考えて頭を整理しないと人に教えるってことはできないんですね。なので生徒たちに教え合わせるそして先生も生徒たちから教えてもらうっていうスタンスでいくとその教えてくれる人そのものが最高の勉強になるっていうねこういうアクティブラーニングの効果もありますからぜひですね あなたがバスケットボールに自信がなかったらですね、恥じることなく生徒から教わればいいというふうに私は思います、うん。具体的にね、シュートってどうやって打つのと、ね、シュートフォームって何がいいのみたいなね、そんな話とか、プレーの時にね、なんで今のトラベリングだったのとかね、な、うんでっていうのはそのルール的にね、トラベリングってこういうのもトラベリングなのみたいなそういうことを聞いたりとか、スクリーンって何なのとかね。 えー、そういうのをどんどんね生徒にね、えー、聞いていくっていうことがあなたの競技力も高めるし生徒のアクティブラーニングでもって、えー、最高の勉強にもなってるっていうことですよね、えー、でできるんだったら一緒にプレイするっていうのも非常にいいと思います私も若い頃はよくやってました、うん、今でも時々混ざったりもするんですけどできることなら一緒にプレイしてですね、えー、いろんなそういう意味でのあのー、ね距離を縮めた上でやっぱりあの どんどん生徒にね。アウトプットさせていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。だから先生もですね。ボトムアップ思考でこう競技力を高めていくってことができるので、えー、まあ結論としてはですね。あの、今日の動画の結論としては競技歴もないと。 指導歴もないと。そんな私でもボトムアップ理論のチーム作りはできますかということについて結論としてははい、できますよということになるということですね。えー、ぜひぜひあのこれを機にですねあの、あなたの中でもボトムアップ理論の魅力を改めて感じていただいて、えー、やっていただければなというふうに思いますので、えー、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、今回の動画は以上になります、えー。次回からですね、その個人育成の3本柱。 えそれから、組織構築の3本柱、えー、全員にいらせ、これ、1個ずつね、えー、掘り下げていこうかなというふうに思いますので、えー、ぜひ来、えー、次回以降の動画も楽しみにお待ちください。 はい、えー。今日の放送がちょっとでも面白かったと思えばですね、えー、ぜひチャンネル登録をしていただいて、また次の放送でお会いしましょう。えー、最後に下の説明欄、クリックしてみてください。えー、無料のメルマガ講座、えー、それからバスケの大学のですね、毎日更新のラジオ局、いろんなことの情報を載せてあります。えー、ぜひそちらの方もチェックしていただければと思います。えー、無料メルマガ講座は、あの指導者の方だったらお役に立てるようなコンテンツをね、えー、あなたに直接お届けしてますので、えー、ぜひこれを機会にメルマガの登録よろしくお願いします。 はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。